金沢平野の地形図金沢平野北部金沢市街と河北型金沢平野白山市周辺。左下の河川は西川。金沢平野南部小松空港付近金沢平野は石川県南部に広がる中石平野である。手っ取り川を中心に架橋川、西川、浅野川による範囲を指すことが多いが、競技には西川、浅野川による範囲のみを指す。加賀平野。 石川平野の別名もあるが、こちらを講義に使う場合は、金沢平野を競技に使用する。細長い形状をしており、南北は海岸に沿って約 60km に伸び、東西は約 10km で、金沢市、白山市、野々市市、野木市、小松市、加賀市などを含む。南東は白山を含む両白山地、北西は日本海に面する。海岸には、 内灘砂丘、小松砂丘などの砂丘が発達している。砂丘の内側に河北方、芝山方などの方が発達していたが、江戸時代以降に木馬方以外の方は干拓され、その姿を変えている。中部を流れる手っ取り川は広大な扇状地を形成している。この扇状地に堆積する砂歴は、河川上流である東側が厚いため、 そこでは地下水を得るために深い道を掘らなければならなかった。逆に川口側にあたる西側は飲み泉も容易かつ地下水量も豊かでこれを利用する繊維工業などが発達した。冬には積雪するためこれを避けて早場前の水田探索地帯となっている。明治時代中期に近代的高地整理が進められ、 単州2.5国という当時としては著しく高い生産性を上げた。砂丘では、スイカやゲンスケ大根などの大根、五ロ島、金時などのサツマイモが栽培されて県外に出荷されている。他にも、どうや梨、レンコンなどの栽培が行われている。近年、金沢平野で伝統的に栽培されている野菜を加賀野菜としてブランド化する動きがある。 工業は、伏流水を利用する、繊維工業がかつては盛んであったが、近年は、小松などの機械工場や電気工場が進出している。かつて、加賀藩が工芸を進行していたため、加賀友禅、漆器、金箔、九谷焼などの伝統工芸産業も行われている。白山市や金沢市では、加賀米と伏流水を利用した日本酒が製造されている。観光地としても著名である。 かつて城下町であった金沢市には日本三名園の一つである県独園がある。南部には山中温泉、淡津温泉、山城温泉、片山津温泉などが集まる加賀温泉郷があり、石川県内有数の観光地として数えられる。ありがとうございます。